皆様、本日の放流誠に感謝いたします。熊本県民オシロスコープ風イケアダー VTuber のコープセイコリスでございます。では本日の SCP オブジェクトを一つ紹介させていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 SCP-3477 本物のハロルド・ホルトさんはご起立願います。オブジェクトクラスユークリッド。ハロルド・ホルトという人物をご存知でしょうか。第17代オーストラリア首相で、ビーチで泳いでいる最中に行方不明になり、本人はおろか遺留品すら発見されなかったという奇怪な人物でございます。公には荒波にさらわれて水死したとされています。実は彼は死んでいなかったのかもしれないというのがこの SCP オブジェクトでございます。 SCP-3477 はハロルド・ホルトを自称するハロルド・ホルトにそっくりな、遺伝的にも同一の人型生物の集団でございます。いっぱいいます。現在34体の SCP-3477 の個体が収容されています。一クラス弱ぐらいのハロルド・ホルトが財団にいるわけでございますね。おい、収容している SCP-3477 全員にインタビューを行ったところ、ほぼ同一の証言が得られました。ただ一つ、自身が不死になった経緯を除いて。そうです、彼らは不死でございます。何がどうしてもよかった。 SCP-3477 はそれぞれサメ人間になっていたり、生ける骸骨であったり、機械人間であったり、もはや幽霊であったり、物理的に炎上していたりしますが、全員不死です。不死になった理由はバラバラのようでございます。一度34体全員を円卓につかせ、話し合いの場を設ける実験が行われました。証言は食い違うようなことはなく、自分が不死になった理由を話す時以外は全く同じことを同時に発話しました。怪しいことを企てるような会話、発話も一切ありませんでした。ええ、怪しいことを企てるような会話は一切なかったのでございます。その実験から2日後、SCP-3477は収容違反を起こしました。財団から脱走したのでございます。すべての SCP-3477 が計算し尽くされたようなチームワークを発揮し、全く同一の計画を共有して動いているとしか思えない連携でございました。なぜそんなことができたのか、考えられる可能性は2つ。1つは、この2日間の間、何らかの形で連絡を取り合えたというもの。もう1つは、一切の話し合いもなく、SCP-3477収容されている全てのハロルド・ホルドがそれぞれが個別に全く同じの計画を練ったというものでございます。